綺麗になったかな。こんばんは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 。機嫌良さそう。本当？普通だよ。いつも通りです。ゆっくり寝た。うん、普通に。今日ハイキューだから機嫌そうかもしれない。ハイキューの話になると泉はね笑顔になるから。今日コンビニ行きました。行った行った。じゃあ今日は別に行かなくてもいいかなと思ってたんだよね。でも行かないといけないかったから行った。行かないといけなかったから行きました。ミキやってんじゃん。そのガキミキそうそう支払う携帯代をね払いに行きましたよ。たった今終わったんだミキの配信。立ち読み何が何が。あー違うよ、コンビニで立ち読みしたことないわ。引き落としじゃないんだね。そうそうそう違うの、引き落としじゃないですね。めっちゃ隣のなんかさ泉さテレビ消してるわけでさ、自分の声以外無音なのね今。そしたらさめっちゃ隣からさギターと歌声が聞こえてくるよ。びっくり。テレビとかつけてたら全然何も聞こえないんだろうが、聞こえないんだろうが、この静かだとこんなにも聞こえるんだね。多分窓に近いっていうのもあるんだろうが。壁薄いの？薄くないよ。ちゃんとしたマンションですよ私のところ。ちゃんとセキュリティもちゃんとしてるんだからな。すごく便利なマンションなんですよこのマンションは。セキュリティは大事。そうなんですよ、ちゃんとしたところに住んでるからな。コメントするの控えるか。なんでなんで、なぜにですか。防音部屋ですか。わかんない。普通です。ごく一般的な。ウィークリーって何。ウィークリーってセコムしてますか。してると思うけどな。
SK はセキュリティ重視、知らない。みんなどこに住んでるか、まあ、知ってる人はあれ、あのだって泉家行ったことあるのは、誰の家行ったことあるっけ、ルーちゃん家とかしかないもん。だってみんながどんなところに住んでるのかは知りません。マリンチ行ったことないんだよね。行ってみたい。アミちゃん引っ越したね。らしいね。らしいね、言ってた。メンバーと家で鍋パとかしないの？しない。しないよ。株式会社 SK に変わってなんか変化ある？なんもないですよ。可愛い生誕 T シャツね。いや、生誕 T シャツじゃないんですよ、これ。普通の、普通に T シャツです。あ、でもこれ普通の T シャツじゃなかった。あのりさこさんのやつ。AKB の引っ越しましたって曲知ってる、知ってるし、やったことはあるよ。在籍かぶってる、うん、かぶってるよ。普通に一緒に公演も出たことあるし。旧期生には中村さんって呼ばれてるんですか？わかんない。多分イズリンさんだと思う。ルーちゃんの家行ったことあるよ。ルーちゃん家にお泊まりしたことあるもん。なんか今日は眠い。ほんと？今日は二重が一際くっきり。嘘。いつも通りだと思ってるけどな。いつも一緒。家に行きたいメンバーいる？別に。あ、いる。誰ん家に行きたいだろう。みよん家に行ってみたいな。行ったことない。猫ちゃん触りたい。猫ちゃん。あと誰だろうな、わからんや。配給の舞台のグッズに袋田にパーカルね、欲しいよね。あーってなる。あーってなるよねそれ。ねえ、じゃあ本当にさ、あのさ、泉のさ、あのモマメを撮ってくれてる、モマメを撮ってくれてる人は多分メール来たと思うんだけど、髪の毛を切りたい。あと前も送ったんだけどね、その髪の毛切りたいなと思ってるみたいなメール。もうね、最近本当に髪の毛切りたいって思いすぎてる。もう本当に切りたい。伸ばしたいって言ってここまで伸ばしたけどさ、もうね、なんかね、切りたいってなってる。あはは、わはは、どうしましょうか。よいしょ。どうしましょうか。あはは、切らないで。いや、わかんない。そんな言われても泉はそんな泉の好きなようにするから。あはははは、泉の好きなようにしたい。
泉は泉だから。じゃあ、普通にね切りたくて短く、なんかね、でもね髪の毛めっちゃ明るいさ人のショートっていうかボブぐらいが好きなの泉は。それを見たら、あ、それを見たんだって。でそれを見たらさ本当に切りたいって思い始めて、でも切ったら絶対後悔するだろうなと思うし、成人式、来年成人式だし、自分髪の毛あそんな明るくないから切っても微妙かなみたいな感じだし、成人式の時だけエクステするとしてもなんかお金もったいないなみたいな感じだし、はあ、でも泉さ前回切ったっていうか、まあ なんだろう1ヶ月に1回2ヶ月に1回とか分からないけど、最近は1ヶ月に1回ぐらい美容院行ってるんだけど、まあでも切るとしても毛先整えるぐらいしか切ってないんだけどね。そうでバッサリ切ったのは1年前なんだけど、4月1日に切ったんだけど去年の。そうでここまで伸びてんのね今。ってことはまあ1月ぐらいもあんま買わなかったから、まあまあ伸びるなと思ったりもするんだよな。そうすると切りたいなとか思ってくるけど、でもなっていう悩んでるんだよね。でも絶対後悔するよねみたいな、うん、そう絶対後悔する、ほんと。ちょっとショートの時に写真見せて、ツイッター遡ってください間に合うけどね、でもね切りでもねって感じなんだよね。マジ成人式次第でしょ。いや別に成人式は何とでもなるじゃんって思っちゃう本当にもういざとなればエクステつければいいやってなるけど、でもエクステって高いじゃん。2万以上するでしょ絶対。結構まあつける量にもよるけどさ、でもつけると2万ぐらいはいくだろうなとは思うんだよな。どうなのだろう、分からんけど。だからそれを考えるともったいないなとも思うけど、でも今切ったら絶対成人式には伸びてるだろうなとも思うんだよね。でもやっぱり切ったら後悔するだろうなみたいな。どうなんだろうか。エクステってレンタル？そんなわけないよ。エクステはレンタルじゃないよ。あれは普通につけて、だってエクステって言ってもどれぐらい短くしたい？え、普通にボブぐらいかロブか、ボブかロブかどっちぐらい、そんぐらいかな。うんって感じ。ははは。切ったけ残しとく、残さないよ。誰ぐらいだろう、分からんけど、本当に髪の毛って1年間どれぐらい伸びるもの。なんか昔テレビで聞いたのは1ヶ月に1センチ伸びるって聞いたよ泉は。わかんない、人個人差あるだろうけど1ヶ月に1センチくらい伸びるって聞いたことあるから、だから単純計算すると12センチぐらいは伸びるんじゃないかな1年間で。なんかな、個人差によるけど、でも大体そんぐらいって聞いたことある。1ヶ月に1センチ、個人差あるって言ったよ泉、最初に言ったよ個人差はあるよって。あ、自分は1ヶ月に1センチ伸びる、個人差だな、それは個人差、個人差は個人差。
個人差。髪長いとお手入れ大変じゃない？いや別に そんな変わんないけど、短くてもこんぐらいだと。もっと長いと大変だろうけど、でもって感じ。量も多いの、量は普通なんだよね、本当に。一般的な量だと思う。一般的が分かんないけど、ゆずりんは伸びるの早い？分かんないのよね、早いのかな。でも去年の4月1日にこの鎖骨ぐらいまで切ったんだよね。鎖骨上かなぐらいまで切って、だからでもこれ髪の毛こうやって前にしてるからちょっと短めに見えるけど、後ろにしたら結構あるんだよ。結構伸びたよ。見えるかな、ちょっと怖いな。携帯落とさないか。ここまで伸びたんだよね、わかる？ここまで。だからまあまあ伸びた。切るなら去年より短くしたいの。どうだろうどうだろうって感じ、わかんないけど。どっちが好きなの？え、泉的にこのロングかショートかってこと？別にどっちもどっちなんだよねって感じ。絶対あの髪の毛シャンプーとかドライヤーで髪の毛乾かしたりするのは絶対ショートの方が楽なんだけど、でもって感じ。もう本当にどうしようどうしよう、切ったらツインテール見られなくなる。どうだろう、でもできるっちゃできる人だけどね。ベリーショート見てみたい。ベリーショートはしないかな。やってみたい髪型とかある？もうないんだよね、もうないんだよね。やったもん、だって髪型のアレンジは。本当にアフロとかどう？嫌だ、お手入れ大変そう。アフロって逆に大変そうじゃない？アフロとかっていつ頃生誕祭決まるの？わかんない、いつなんだろうか。でも4月っていうのは確定なんだけどね。本当にどうしよう。早ければ30日。ん？30にあるっけ？ベッカムヘア。え、ベッカムってあのベッカム？あのサッカー選手の？あれサッカー選手じゃないのかな、もうわかんないけど。スルーか。何がスルー、何がスルー。またなんか泉言われた、なんか質問されたのか。私は全然見てなかったよ、ごめんね。30日は K2 公演です。おうおう、そうなんだ。30、長いうちにいっぺん金髪にしとこう。嫌だ、絶対なんか言われるもん絶対なんかやる。私泉は全然普通に、だから人生で一回は金髪にしてみたいから、別に泉は何だっていいんだけど、絶対言われるからやらないよ金髪には。サンバピンクは絶対に嫌だでもあんなに綺麗にサンバピンク入るのすごいなと思ったもん
感謝的スルーっていい曲じゃない。泉やったことあるよ。ああのあれではないよ、ステージではないけど、反射的スルーのなんか振り入れの時に、あの研究生だったのその時ね、泉は。でなんかアンダーで入った、振り入れの時に出れない先輩のところ。だから振りは知ってるけど、あれあの振りは知ってるけどもう忘れたって感じだよね。うんうんうん、喋るの辛くない、大丈夫大丈夫。コハちゃんと顔交換してみてほしい。あー金髪になるから披露する機会ないないですよ、私ラブクレじゃないし。ないな。涙の表面張力がエモエモ、なんか聞いたことある。涙の表面張力、涙の表面張力、あれだっけ、僕は夜明けを知っているみたいなやつの中に入ってるやつだっけ、違うっけ、それは違うか、あれそのやつじゃなかったっけ。前髪は開けないの、今のところこれでいこうかなと思ってる。なんかすごい泉前髪をさまよった時期もあったけど、あそれだよね、やっぱりなんか聞いたことあれだって思った。メットライフの追加とポタメの追加どっちが嬉しい？ポタメ。どっちもって言いたいけど、どっちかって言われたらポタメ。今日のネイルどんなのやってない、今ネイルしてないんですよ、地爪。あと8分で誕生日だ、本当？じゃあ先におめでとうって言ったくね。おめでとう。ポタメなの。まあ名古屋だからねって感じ。名古屋に、名古屋だからさ、やっぱり、名古屋だからやっぱりって感じだよね。そうなので、ひねくれ者なので埼玉買います。ありがとう、嬉しいよ。あれメトロライフドームって埼玉だっけ。前髪はあんまり分けないの、分けてたよ前まで、でも最近またパッツンにした。そうメトライフも嬉しいし、メトライフね、メトライフでは終わってるかな生誕祭、どうだろう。メトライ泉はさ、メトライフまでには生誕祭を終えてる予定なの、泉ではね。でメットライフで生誕ティーとそのなんか花冠かな、わかんないけど、その用意してもらえるのかわかんないけど、それをこうやってかぶってやろうと思ってたのはね。でもわかんないわかんないんだよね。だから今回終わってるかな、さすがに終わってたらメットライフでやろうと思ってて、ずっとそう思ってるんだがだからそれぜひぜひ皆さん、メットライフ遠いけどメットライフも良ければ花冠あるんですか、わかんない、泉知らないよ。あったら嬉しいよ、花冠かカチューシャか何かは分かりませんが、あることを祈っているよ。祈っている生誕の際の髪型はどうするの、普通に巻き下ろしかな。うーん、そどうだろう、何か分かんないけどそれをつけようと思ってるの。さすが、4月、じゃん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 。
名古屋ってキャってあるキャンな、メットライフ買い足すか、ぜひぜひお願いします。スピーチは考えない、いつもその場で思ったことを言う、それが一番いいと思ってるから。泉は目薬いつも持ってる？持ってない、目薬刺さないから。いつもコンタクトしてる人だけど目乾燥しないからさ、全然いらないんだよね目薬。4月7の小倉も写メ会なので花冠持ってきてください。キャリーに入ればあ、でも4月6と7って続いてるから絶対泊まりだな。泊ま、どっかで泊ま、どこだろう、どこかで泊まりだな。だから多分は入るは入ると、あ、小倉なんだ、小倉だと思ってた小倉なんだ。あれ、小倉って読まない？これ読まないか、普通に小倉って読むんじゃったけど、小倉なんだね。へえ、読まない小倉って。読むよね読むよね読むよね、だから小倉って読んだ。普通に小倉って呼んじゃった。な、みんななんで小倉にそんな反応するの地名は難しい、それね、難しいよ地名は、読み方が違うんだもん。だってうんうんうん、ラッチがトップ、ちゃっちゃっちゃーちゃーん、もう時間本当？あ、時間だ、58分だ。もう結局髪の毛の話いつの間にか終わってたわ。まあいっか、ははは。13位、玉ねぎ44号さんありがとうございます。12位、セム社長さんありがとうございます。11位、純之助さんありがとうございます。10位が Z さんありがとうございます。9位がみずちーさんありがとうございます。9、8位がガヤンさんありがとうございます。7位があずきさんありがとうございます。6位がしまちゃんさんありがとうございます。5位がチーフさんありがとうございます。4位が小雪さんありがとうございます。3位がたちなんですさんありがとうございます。2位がりゅうのろさんありがとうございます。1位がケンプフォアさんありがとうございます。あはは、あはは、ありがとうございました。バイバーイ、またね、また明日、バイバイ。ぜひぜひじゃないわ、バイバーイ、握手会来てねみんな、バイバーイ、イエーイ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 。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、またねー、おやすみ。